を磨くならセンスを磨け。OB パーソナルスタイリングサービス代表の大藤でございます。前回のですね、購入前じゃない、購入レビューですね。そうですね購入レビュー動画に引き続き、今回が前回購入した4点、はい、3月19日発売のプラス J 購入した4点を使って、今回は何ですか？コーディネート。はい、ありがとうございます、はい、コーディネートをちょっとね組んでみましたんで、はい、ちょっと参考になるかならないか。はい、なります。なりますか。はい、ありがとうございます。はい、どういう着方をすればいいのかっていうところを今日はやっていきたいなというふうに思います。ぜひ最後見ていただければと。お付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。はい、で早速なんですが、購入してきたものなんですけども、ここにねすでに置いてあるこの4点、はいはい、残念ながらちょっとねパンツとかちょっといいのがなくて、そうですね、購入してないんで、ゆうやおふじチャンネルでこれまで、ご紹介してきたアイテムを使ってコーディネートを組む方が多分皆さんのためにはすごくいいのかなっていうのと、分かりやすい、より分かりやすいかなっていうところで、ね、そうするかもしれない、はい、あくまでもリアルクローズとして、はい、皆さんが日常のそのコーディネートで楽しめるコーディネートっていうのを組んでみてますんで、参考にしていただければと思います。早速のじゃあ第1ルック目でございます。はい、こちらですね、購入してきたオーバーサイズマウンテンパーカーでございます。ブラックを購入してきたんですが、サイズは店頭だと L までなんだってね、オーバーサイズっていうぐらいなんで結構大きかったんで、僕は L を購入しておりますというところで、はい、でちょっとこう60、70年代ぐらいのアメリカとかのこうアウトドアのブランドが出してるコットンのね、はい、マウンテンパーカーとかそういう作りにすごく似てる、ごくシンプルな作りで、素材感っていうのがポリエステル 100% になってまして、現代のっていう感じに落とし込まれてるんで、今回の合わせで言うと、以前紹介したあのスタイルミキサーっていうブランド、スタイルミキサーのセットアップですね、ナイロンのセットアップっていうのを前回ご紹介した、結構前かな、前ですかね、のそのセットアップを中に入れて、ナイロンといわゆるこうちょっとポリ、ポリ、そう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 、こういうちょっと化学繊維のこういうテックっぽい感じの素材感っていうので全体をこう統一してみました。はい、中をマウンテンパーカーだからすごくカジュアルなアイテムだし、だから中はセットアップ、ジャケットとパンツのセットアップにして、ちょっとこう大人な綺麗な硬さ、いい意味でのこうちょっとちゃんとしたきちんと感みたいな、すごい綺麗にクリーンに見えるやつだね、を演出しつつ、少し遊び心としてキャップを加えるっていう感じのコーディネートでございます。はい、タックインこれしてるんですけど、僕は、してもしなくてもどっちでもバランスは全然大丈夫かなと思います。タックインする理由としては、やっぱりこうちょっと足を長く見せるという、バランスがね、そうですね、はい、というところで、上が結構こうオーバーサイズのリラックスしたムードなんで、ちょっとタックインしてバランスをこう取るっていう感じのコーディネートにしているっていう感じですね。はい、なんかマンパってこの手の昔の形ってやっぱちょっと古臭くなりがちだから、だからちょっとこうモダンな方向にこうストレートってよりかはですね、ちょっと綺麗な、はい、もうほんと街とかね、あです、合うような、はい、感じにコーディネートを組ませていただきました。はい、これがワンルック目でございます。はい。ツールック目、ちゃいますよ。ちゃいましょう。こちらでございます。スーピマコットンオーバーサイズシャツ。スーピマコットンってすごいね、高級な長長面って言われるこう綿種を使った最高級なコットン素材ですね、はい、それを使った解禁シャツなんですけど、本当にこうしっとりとしてて、肌当たりのいい柔らかい素材になってますというところで、前回こうちょっとユニクロ U ではもう少しこう粗めな、ね、感じの解禁シャツだけど、ちょっとガーゼぐらいの感じの、かなり薄い感じの素材を U では使ってたんだけど、こっちの J では綺麗なジルサンダーらしいね、はい、はい、コットンっていうのを使用してます。見ていただくと分かるんですけど、こうなんだろう、こうつるっとしたいい光沢感があるスーピマコットンっていうのを使用してます。でこちらもどちらかというとちょっとこう都会的に
ちょっと着こなすっていうのがいいかなっていうので、パンツに関してはこれ U のパンツなんですけど、ポリですね、リラックスイージーパンツみたいな、そういう感じのパンツっていうのを履いてます。結構綺麗なテーパード効いたラインの綺麗なパンツっていうのを合わせていて、で中に白の T シャツっていうのを少しこう覗かせつつ、全体的にちょっとオリーブなトーンっていうのに白をこう刺すことで軽く見せるというか、ちょっとこうオリーブとかカーキとかそういうグリーン系のアイテムって男が着るとさ、すごいやっぱりこうこっち系になっちゃうから、こっち系に見たい、どこ売っちゃうんですかね。だからそういうところをこう軽減するためにも、ちょっと白とかっていうクリーンなものを少しこう入れていくっていう、そういったコーディネートでございます。とってもクリーンです。はい、ハットはそうですね、どちらかというと、うん、そうですね、つけてもつけなくても単調になりすぎるなっていうふうに思うんだったら、まあかぶってもらってもいいし、うん、そのシーンに合わせて使っていただくのがいいんじゃないかなっていう、そういった感じのコーディネートでございます。はい、はい、ちなみになんかこうベージュとかでもいいよね、パンツは。あ、いいね、うん、なんかアースカラーでまとめるっていう、うん、感じでもいいかなと思います。そして3つ目、スリールック目でございます。こちらなんかもう本当におじさんになっちゃうんじゃないって言われるような感じのリラックスフィットポロシャツ。ただのおじさんです。全然ピントが、ただのおじさんのポロシャツっていう感じなんですけど、これオーバーサイズで着ることによっておじさん感っていうのをなくすという感じ。この襟元のこのこれね、ここのボタン、これ肥沃にこれなってるんですけど、これをトップボタンまで締めるっていう、そういうこう着方がいいのかなと。これ開けちゃうと本当になんかおじさんの休日になっちゃうんで、変わらない。はい、全部締めてもらって、下にはイージーパンツ、これも U の SS かな、はい、そうですね、で買ったユニクロ U のイージーパンツ、これはなんかこうトレーニングパンツ、近いやつね、フッチーの大好きなトレーニングパンツにすごい近い感じのディティールなんですけど、上もちょっとこうイージーで下もイージーな感じに、そうまとめておじさん感っていうのをなくしてます。でこれに例えば下ね、ベージュとか持ってくると結構ちょっとやっぱりガッツリ、うん、なっちゃうから、だからちょっと締まりのやっぱり黒だったりとか、あと難しいけど白とかもかっこいいけど難しいです、正直言って。あのね、スキニーとか入っちゃった時にはもう終わりね、もうそれはマジでないから、本当にマジでない。だから白のペインターとかのガバッとした感じの結構こうワイドなパンツとかで、ビルケンのサンダルとかだったら全然 OK だけど、スノーパンツとか、そう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 、そういう感じの合わせ方っていう方が、だからあくまでももうちょっとリラックスしたというかイージーに着るっていうのがこれには絶対に合ってるんじゃないかなと思います。ちょっとこう外しのバカさというか、そういったところも必要かな、アイテム、小物、ジュエリーでも、そうそうそう、ジュエリーでもいいし、こういうこうサングラスでもいいし、ハット、キャップ、何でもいいけど、何かこうちょっと一つ違和感を出すっていうか、今流行りのね、我々の中で今流行ってる違和感、それをねこう出していただくと、なんだろう、そのコーディネート全体に遊びが生まれて、全体のそのイメージっていうのがいい意味で崩れる。きちんとしすぎちゃうとやっぱり、まあもう普通にまとまってる感じだけど、遊び心があってね、そう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 、そういう感じ、楽しめるかな、そういう感じ、はい、で、コーディネートしてみてください。ぜひこれだけ XL 買ってんだよ。そう、まあでも結構そんな大きくないよね、ね、これは実際はそんなにすごい大きいわけではない、うん、だから思い切って大きいのを買うっていうのが大事かな。いいかもしれない、ね、うん、いつものイメージのワンサイズアップぐらいの、うん、これに関しては、このポロシャツに関してはもし気にされてる方は思い切ってワンサイズ上を、はいはい、買ってみてください。最後の4つ目なんですけど、まあ僕が結構こう今回一番一押しだったこちらでございます。スーピムコットンオーバーサイズシャツ、ストライプのブラックとブルーのストライプ、見えます？細いところね、ブルーが、ここのピッチのすごい細いところが、これがブルーになってる、はい、でも全体の印象としてはブラックとホワイトがすごく強いんで、うん、ブルーは本当にニュアンス的な感じかな、はいはい、これもこれに関しては僕は L
を買ってます。はい、全然身幅も結構たっぷりしてて、まあシャツジャケット的なね、そういった作りになっております。これに関してもこの解禁の作りですね、こいつがもう圧倒的に主役っていう感じの顔をしてるんで、他のアイテムはもうおとなしく全体のこいつのバランスを見ながら合わせてもらうっていうのが一番ベストかな。はい、本当にエキセントリックな格好が好きな人もう本当にもうなんていうのいるじゃん、ファッショニスタが。ファッショニスタはね、世の中にはね、いますから。ファッショニスタがいるとは思うんですけど、そういう人たちは全然ね、例えば中色物合わせてもらってもいいし、はい、もう全然こうパンツでね、ちょっとこう遊び心のあるパンツとかっていうのを持ってきても全然いいとは思うんですけど、あくまでも落ち着く、そう、はい、としてはこいつを主役にしてもらって、はい、全体のバランスっていうのが整うようなコーディネートにしてもらうと。でこれのパンツに関しては SS で買った U のホットのワークパンツっていうのに、中は本当にあのビーフィーの T シャツ、無駄のないもうド定番ストライプシャツを目立たせるためのって感じですね、スタイルですかね。なんかこう一周二周回ってる人はもう大体そういう感じですよ、あ、ね、正直言って、ね、はい、もうルークとかさお会いしたことありますけど、彼らなんかもう本当に毎日こんな感じの格好してる、もうドシンプル、もうドシンプル、本当に今の本当にこの春の時期だったら本当にちょっとワイドなパンツに T シャツにこういうこうシャツを上からさらっと羽織るみたいな、昔は全然違ったけどね、今はそういう感じですよ。それにまあエアフォースワンとかそういうこうコンバースオールスターとかもう定番のものをバランスよく、よく本当にこう自分のものにして着るっていうのがかっこいいんじゃないかなというふうに思いましたんで、そういったコーディネートにしてみましたというところです。でもちろんこれに関してはこれね、ウエストのコードをちょっと僕は絞って少しこうなんていうのかな、こうギャザーがこう生まれるような感じで着てますんで、もちろんこうストンとボックスで着るっていうのもありなんだけど、はい、どうせだったらこのディティールをねちょっと活かして裾は少し絞り気味で着たいかなっていうところで、こういった着方をさせていただきましたと。という感じで、今回はですねプラス J を使いました。全部で、4ルックを皆さんにお届けさせていただいたというところで、はい、はい、これから本当にこういうね、うん、春夏ものはそうだ、ね、まあすごくこう楽しめる時期になってきますし、緊急事態宣言も受けて外に、ね、まあそうですね、一部ちょっとあれですけど、はい、外に出る機会っていうのも少しはできたかなっていうところで、まあ皆さんもこのね気候、春の気候、僕はもう花粉症でひどいんですけど。フッチも花粉症だしなんですけど、まあせっかくこのね、うん、気持ちいい気候なんで、皆さんもこの気候にしか楽しめないファッションっていうのをね、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画が面白かったと思った方はぜひ高評価とですねチャンネル登録をですね忘れずに、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではセンスがあれば何でもできる J